さあ本日は NR 大会よりハイライトをね、何試合かかいつまんでお届けしたいと思います。 NR 大会っていうのはあのノーマルとレアしか使ってはいけないという特殊レギュレーションの大会でございまして、これがね今デュエルリンクスの遊び方の中で多分一番面白いんですよ。一番面白い遊び方してるんですけども私、その大会の、まあ、放送より、面白かった試合を、見つけってきましたんでこちらご紹介していきたいなというふうに思っております。マジでやばいことが何回か起きるんで、お見逃しなく。それでは刮目せよデュエルスタンバイ。名前どっち大丈夫だ。あ、正社員さんこんばんは。さあ、まほどさんね、いろいろやりかした。あのでもご結婚おめでとうございます。ご結婚はおめでたいことなんでね、おめでとうございます。感染カーネーション入っちゃうとあるんですよね。これは本当にコナミが全面的に悪いんで、コナミに言ってください、このバグは。あと毎回毎回メンテの後にあのデュエルルームにあの爆弾仕掛けてくるのやめてください、コナミさん。さあ、相変わらず文房具004をドヤ顔で召喚していく。大丈夫か。デストロイサウナー結構きついぞ、そのデッキ。さあ、しっかりと放送禁止用語も読み上げていく。これがリュウさんの生放送。さあ、サモンブレイカーを発動。サモンブレイカーは結構強いかもしれないですね。一旦に3回目の召喚特殊召喚、判定召喚特殊召喚に成功すると、エンドフェイズになるっていう、このクソやべえカード。これがコラミエフェクト。出番来る前に先4本目なる。よ、飲みすぎだろ。どんだけ飲む。ちょっと控えろ。さあ、カードを1枚セット。あ、これはまあ、まあ、2、3ですかね。言うて、文房具デッキも、あれですよね。デストロサムライ出そうと思ったら出せますよね、多分ね。あ、無理か ?4、4、2、1 みたいな感じで出せばいいのか ?4、2、1 って揃わないか。3、2、3、3、3、3、1とかか。3、3、1とか。意外とデストロイサムライ VS デストロイサムライみたいなビートダウンが見れる可能性はある。さあ、文房具004を攻撃表示で召喚していく。さあ、バトルフェーズ入っていく。文房具004の効果。戦闘を行う場合、デッキから文房具カードを墓地に送ることによって、おっと、文房具004の効果、誰やねん、お前は。サイザン。こいつは特に何もしない。こいつは今特に何もしない。さあ、サイザンを突破するために、デッキから何か文房具カードを送らなければならない。しこたま飲んでて笑う。さあ、突破することができた009を墓地に送って、戦闘破壊する。で、戦闘破壊に成功した場合、墓地と手札から文房具モンスターを特殊召喚することができる。さあ、文房具004、文房具004、文房具009、来た。最強盤面だ。これが文房具の圧倒的、お、レベル4が2体。来るぞ、ユーマ。レベル4が2体だ。来るか、ユーマ。レベル9いったらいけるぞ。これ、レベルコピーとかにしたら、ワンチャン。ガマ油来た。さあ、ガマ油で、墓地の、カラクリモンスターを一体特殊召喚することができる。さあ、モンスター。これ、あれですか、なんか、オベレスクなんか出てくるんですか、これ。文房具って。これ何してるんですか、これ。わかりませんけど。これ、3体並べて何してるんでしょうか。さあ、特に何もしない。特に何もしない。これは、ということは、まあ、文房具009は確かなんか、打点なんか上がりますよね。こいつが文房具モンスターの攻撃力の合計分アップする。つまり、500、500、500で、1500。500、500、500。あ、違う。500、500が1000。そうですね。1500。で、ガーディアンの力ついてるから2000と。さあ、文房具009の効果は、こいつがバトルする場合、アンティギアになれるっていう効果。まあ、要するに、なんか、ちょっと弱いデストロイサムライみたいな感じですね。あれ?先生、何してんすか?なんか一応見たんすか?このトラップカードを。反応があるかどうか、ビアナ。次元からくり爆弾。フィード上の守備表示のカラクリモンスターが攻撃対象に選択された場合、相手フィード上の表側表示モンスターを全て破壊する。あぶれ!ガーディアンの力つけといてよかった!ガーディアンの力つけといてよかった!クソあぶれ!クソ危ねえ。マジ危ねえこと起きた。おっぶれえ。ガーディアンの力つけて殴っといてよかったってやつね。このなんか、カラクリ屋敷、なんやこれ。自分のフィールド上の表表示のカラクリ屋敷のモンスターの表示形状変更されたときに、フィールド上のカードを1枚選択して破壊する。つえ
が立たんぞ。文房具では歯が立たねえ。カラクリデッキ強すぎて草。やばすぎ。何このカード。次元カラクリ爆弾強すぎるでしょ。サンダーボルトじゃん。やばすぎる。さあ文房具009が普通にセント破壊されていく。シンプルにセント破壊されていく。どんだけ強いこの次元なんかカラクリ爆弾みたいなカード。これやべえんだけど。テロリストじゃん、テロリスト。サイコロンだ。さあサイコロンの効果、5が出ると4だ。まあ、4でも1枚破壊できる。4でも一応1枚破壊できます、カードを。まあおそらくこのセットカードどっちか破壊した方がいいですね、これはね、基本的に。ただこいつ攻撃表示だと確かなんか戦闘で破壊できないみたいな効果ありましたっけ。攻撃表示のこのカード戦闘では破壊されない。強すぎるだろこれ。どうやって突破すんだこのカードが。攻撃対象を選択された時、あ、そっか、横にすればいいのか。横にしてぶん殴るっていうね、パターン。さあ、文房具003が召喚に成功した場合、文房具モンスターをデッキから特殊召喚することができる。さあ、文房具009。さあ、圧倒的009。それだ。やべえ、納金だな、このデッキ。で、ただ、文房具003の効果で、打点上げれるんで、9と3の効果で。これ、打点いくつなんだ ?1000 が上がって1000上がるから2000。そうですね、2500。お、突破できますよ、突破できます。おっと、突破できる、あ、突破できる。え、あれ、あ、その、守備表示になるっていう効果も、無効になるってことね。突破したと思ったら、なんかこいつのなんか横になるっていう効果さえも無効にして、結局突破できないっていう。からくり屋敷。表示形式が変更されると、相手フィールドの魔法トラップカードを1枚破壊できる、強い。やべえ、プレイングわかんねえ。解説不能、解説不能。なんだこのデッキ。逆に突破できなくて草。間違いない。逆に突破できてないぞ。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、これ大丈夫か。カエル君これ結構やばいんじゃないか。2300を突破できるのか。さあ守備表示に変更。さあ文房具009は攻撃力しか上がんねえのか。攻撃力しか上がんねえ。さあ1000にしていく。でこれ多分2000にしかなんねえんだよこれ。制圧の鬼からくり、どんだけ強い。このトラップ強すぎるんだ。これ、ね、これとこれ強いな。てかこれフィールドのカードなんだ、強っ。もう前も破壊できんじゃん。さあ表示形式が変更する。カラクリ屋敷だ。さあカラクリ屋敷の効果、相手のフィールドのカードを1枚破壊することができる。強すぎー。うわー、摂理だ。摂理で耐えていく。なんとかしてトラップカード、イタクアを捨てて相手のトラップカードを無効にしていくというプレイング。さあカードを1枚セット。00、これあ、003の効果で一応ダメージは与えられますね。さあこれ打点アップしてダメージは与えられる。さあこれ1700っていう打点をこの1100をぶん殴り続ければ勝てるぞ。頑張れバンデットキース。これワンチャン文房具きた。おっとあるか、待てよ、これあるぞ。003の効果で打点上げて、え、これ先に使った方がよかったのでは。これ先に使った、あ、勝った、奇跡起きた、なんか奇跡起きた、なんか奇跡起きた。 C の B グループ、これぞ B チーム。 B チームは実質リュウさん ×4、 厄介すぎない、死ねよもう、そんなチームはくたばりやがれ。さあブルーさんが B だから奥だから合ってるね、 OK 大丈夫だ。さあ1対1だ、いい勝負だ。さあここは対象戦まで、回ってくる可能性も高いぞ。さあお乳の神様アセルさんがいますからね。ちなみに本当にお乳の神なんですよ、アセルさん。アセルさんね、本当に胸めっちゃでかいですよね。単純に胸がめっちゃでかくて、すごい美しい女性が実はうちの幹部会にいるっていうね。これ持ってません、本当です、これマジです。さあ何の話や。何の宣伝や。さあラスト君、アセルさんの宣伝もしていけ、アセルさんの宣伝もしていけ、しっかりと。よし、幹部会入ろうかな。何につられてんだよ。何につられてんだよ。で、シンデレラ召喚。お、出た出た、シンデレラクソビートや、最強デッキ、
さあシンデレラの効果によって、馬車を特殊召喚してでシンデレラにガラスの靴を装備することができる。さあこれはダイレクトアタッカー。これは視聴女性視聴者ゼロ人超巨乳決戦うるせえわ。幸運を告げる袋の効果によってデッキトップをシトロンベルクにしていく。さあカードを1枚セット。さあダイレクトアタックをかましていくか、1300でひたすら殴っていくとデッキか。さあ1300シンデレラビートが始まったぞ。このクソ女マジうぜえからな。さあ心構え来た、超人武者や。さあ超人武者、ただしシュトロンベルの金の城結構つらいそうだな。シュトロンベルの金の城結構つらい。主天童子が出せるとこいつはぶっぱできるのか。主天童子はフィールド魔法もいけるんでしょうか。多分いけますね、多分ね、多分いけますね。主天童子が出せれば多分シュトロンベルの金の城を根こそぎぶち壊すということはできそう。さあなんか効果で破壊したいなっていこうかったっけ。でもあこいつがいるとあれだ、主天童子から守れるわ、あの馬車を、あ馬車じゃねえ、城を。ただ多分こことここは破壊できるね、多分ね、こことここは破壊できる。さあおっと、お大丈夫か、おいそんなゴミみたいな展開してて、あでも、ね、これデッキないぞ相手のデッキないぞ。鉄の檻だ、鉄の檻の効果によって心構えを墓地に送っていく。さあダイレクトアタックをひたすらかましていく。これグローブですかね。グローブは確か R かなんかなんですよね、確か N か R かどっちかわかんないけど、確か N か R かどっちかなんですよね、グローブは。なんで多分これグローブっぽいですね。1300バチコリかましていく。さあ大丈夫か、マサキャンズ。これ一回もシンクロせずに負ける可能性あるぞ。これはですね、これ一回もシンクロやばいんじゃない。でもデッキ家で勝てそう、デッキ家で勝てそうこれアステルスさん、これ大丈夫、デッキなくなってるけど、あなたやばいんじゃない、これデッキねえけど。鉄の檻、はい、鉄の檻の効果で、はい、あそういうこと、はいはい、プレイングうますぎかよ、プレイングうますぎるだろ。でこれを付け替える、こっちにプレイングうままさかのデッキ切れ勝利かと思いきや普通に殴り切って勝つっていう神ゲー起きた、やばすぎ。さあどうする、海馬社長 VS 海馬社長、トリッピーは多分デッキ同じだな。で優勢はデッキ若干違うかもしれないね。さあデッキちょっと違いそうな気配がする。はい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 、何デッキなんでしょうかね。チューナーズハイどういうこと、データからモンスター1体を捨てて、そのモンスターと同じ種族属性でレベルが1つ高いチューナー1体をデッキの特殊召喚する。ガチで意味やから、何来るんだこれ。で魔法神事ルビラーだ、誰やねん誰やねん。で捨てられたらガナシアは特殊召喚されるの知っている。はいはい。でルビーラーだとガナシアで、お前誰や、シンクロフュージョニスト、はこのカードが進行祭として墓地を超えた場合、デッキから融合魔法カードまたはフュージョン魔法カードを1枚手札に加える、強っ。さあエクスプローシーマジシャン、さあエクスプローシーマジシャンが進行召喚成功したで、シンクロフュージョニスト効果、マジックカード持ってこれる、フュージョン、ミラクルシンクロフュージョンかな、ミラクルシンクロフュージョン打っていく。墓地かフィールドからなんか、素材除外して、シンクロモンスターを素材とするなんか融合モンスターを出せる。やばいこと起きた、やばいこと起きた、浜同士アーカイドマジシャンなんか召喚したらセッテルで無効にされてぶち壊されたんだけど全部嘘だろ、今だいぶ魂したぞ。さあルビーラーだ召喚、どういうこと、ルビーラーだ、7シンクロできるんだけどね。さあ7シンクロを行っていく、7シンクロデストロイサムライ、デストロイサムライはきつい、いやこれガスタ相当きついと思う、デスト
ストロイ侍はめちゃくちゃきついと思う、ガスタ。これリクルート的、うわ魂だ。ガルトスの羽ペンで2枚ガスター戻して相手のフィールドのモンスターをバウンスすることができる。うわついよ、出演時間3秒、くさ、うわ魂してるわ2人とも、すげえ、なんだこの試合。あーまだあるぞ、トリッピーまだあるぞ、羽ペン強えな。おい、セツルにはセツルよ、目には目を、歯には歯を、アンフェアにはアンフェアをつってね。俺アンフェア好きなんだ、ちなみにドラマ。ガスタの希望カムイを、リバースするとデッキからガスタのチューナー相手は特徴ができる。さあ、サントニーでシンクロ召喚、なんだこのカミデュエルは。そしてサントニーでシンクロ召喚し、さっきの、ガスタ大ガスタ、ファルコスみたいな、なんだっけ名前、やつが出てくる。さあ大ガスタガルドス来た、大ガスタガルドスの効果は、破壊する効果だからあんまり見ない。さあカード1枚セット、さあ2200m 始まった。さあまたこいつはデッキからいけると思うさ。さあいいぞ、設理急上昇ワード入り確定、みんなツイッターでよろしくトレンド入りこれはすごい試合だ、圧倒的最強ムーブをしたけどな。一番かわいそうなのはマジでこれね、これマジでかわいそう、ここ着地させてあげて。出演時間3秒でなんか設理でぶっ飛ばされていく、マジシャン、ちょっと見たくねえわシンクロフュージョニストビート始まった、シンクロフュージョニストビート始まったんだが、でもこれ確かさ、表側表示モンスターなんだ、モンスターを破壊できるんだ。あ、じゃあこれ破壊できないじゃん、ガーディアンついてっから強えな。え、あ、あ、強っ強っおい、ガスタデッキクソ強くねえか、やってることやけになってるもんね、もうね、もうほぼね。だってこれだってさ、これさ横にしてもだって絶対突破されるから、デスル侍でレベル2が痛い、レベル2が痛い攻めてエクシーズしろよ、レベルが2台で入ってねえか、そんなモンスター。シンクロフュージョニストビート始まった、ガチでやばいこと起きた。でカーム召喚成功時、あ、じゃあ墓地のガスタ戻してワンドローか、はい、2枚戻してワンドロー、そして6シンクロしてまた墓地肥やしていけ、グラビティウォーリャー、もう殴ってあげて、もうもう殴ってあげて、かわいそうだから殴ってあげて、もういやー、シンクロフュージョニストめっちゃかわいそう